皆さんこんにちは。静岡県の菊川市で市議会議員をしております渥美よしきです。議会による事務事業評価の導入の動画へようこそ。この動画では菊川市議会の新たな取り組み、事務事業とは、事務事業評価とは、議会による事務事業評価、そして最後に議会による事務事業評価のメリットをご紹介します。菊川市議会で事務事業評価に関する新たな取り組みが始まりました。ではまずこの新たな取り組みについてご報告いたします。皆さんは市議会の主要な役割といえばどのようなものをイメージされるでしょうか。主に次の2つの役割が一般的だと思います。1つ目は3月に行われる予算審査、2つ目は9月に行われる決算審査です。この2つに加え、菊川市議会では今年の9月から新しい重要な取り組みを始めました。それが議会による事務事業評価です。ではこの事務事業評価とは一体何なんでしょうか。簡単に言えば、税金を使って行われる行政の事業を住民の代表である私たち議員が客観的に評価するというものです。なぜこれが重要なのか、この動画の中で紹介していきたいと思います。さて、皆さんはそもそも事務事業とは何かご存知でしょうか。事務事業は市が行う事業の最小単位です。つまり市の行政サービスを細分化し、目的ごと区分したものが事務事業なのです。では菊川市にいくつの事務事業があると思いますか。菊川市にはなんと約530の事務事業があります。これだけ多くの事務事業があるということは、市が様々な分野で私たち住民のための行政サービスを提供していることの表れでもあります。ではこれらの事務事業を評価する事務事業評価について具体的に見ていきましょう。事務事業評価とは、先ほどお話した約530の事務事業、その一つ一つについて分析し評価する取り組みです。そもそもなぜこのような事務事業評価が必要なのでしょうか。その目的は主に2つあります。まず1つ目は事務目的の実現を確実に図ることです。各事業が本当に住民のニーズに応えているのか、目的を達成できているのかを確認します。2つ目は無駄のない効率的な行財政運営を実現することです。限られた予算と人員で最大限の効果を生み出せているか検証します。つまり事務事業評価は市の行政サービスの質と効率性をチェックする重要な役割を果たすのです。次に、菊川市がこの事務事業評価についてどのように取り組んできたか見ていきましょう。これまでの菊川市では、事務事業について市による自己評価のみが行われていました。しかし、昨年から大きな変化がありました。昨年から市の事務事業評価の詳細を記した事務事業評価シートが新たに市のホームページで公開されました。これにより住民や議会が市の評価内容を直接確認できるようになりました。そして今年からさらにもう一歩変化がありました。今年から私たち議会も事務事業評価を行うことになったのです。これは住民の代表である議会が行政のチェック機能をより強化するという意味で非常に重要な取り組みです。これらの変化は市政の透明性と効率性を高める上で大きな前進と言えるでしょう。それではまず具体的に市による事務事業評価がどのようなものか、昨年公開された事務事業評価シートを見ていきましょう。ここでお見せしているのが菊川市の実際の事務事業評価シートです。このシートには決算書だけではわからない重要な情報が記載されています。ではこのシートはどのような情報が載っているのか一緒に見ていきましょう。まずは人件費の情報です。人件費は各事務事業ごとに職員が費やした時間を記録し、それをもとに算出しています。予算書や決算書では人件費以外の経費しか読み取れませんでした。しかしこの人件費情報が公開されたことで、初めて人件費を含めた本当の総事業コストや人件費の推移を確認することが可能となりました。これは事業の真のコストや効率性をより正確に確認できるようになったことを意味します。事務事業評価シートの中でもう一つ重要な情報があります。それは
成果指標の情報です。成果指標とは、各事務事業ごとに設定された具体的な数値目標です。例えば、放課後児童クラブの延べ利用者数について、年間4000人を目標とするといった具合です。成果指標には、目標値と実績値が記載されています。これにより、その事業について、市がどのような目標設定をしており、目標をどの程度達成できたのかが一目でわかります。これらの情報は、私たち議会や住民が行政サービスを評価する上で重要な情報となります。ここまで行政による自己評価としての事務事業評価を見てきました。次に、木川市議会で今年から始まった議会による事務事業評価について見ていきましょう。木川市議会では、9月の定例会で行われる予算決算委員会で、これまで行ってきた決算審査に加えて、事務事業評価も実施されることになりました。これは市政の透明性と効率性を高めるための重要な一歩です。では、この新しい取り組みは具体的にどのように進められるのでしょうか。ここからは、木川市議会の事務事業評価の大まかな流れについて説明します。それでは、事務事業評価の流れについて時系列に沿ってご説明いたします。まず、8月から準備が始まります。この準備段階では、議会側では、各常任委員会が2つ程度ずつ、合計4つ程度の事務事業を選び出します。これらが評価の対象となります。同時に選んだ事業について質問したい内容を事前に通告し、必要な資料の提供も求めます。一方、行政側では、議会が指定した事務事業の評価シートや、要求のあった関係資料を準備します。こうして、準備が整ったところで、いよいよ9月の決算委員会が始まります。ここでは、選ばれた事務事業について、まずは担当課から説明が行われます。次に、議員から事務事業の評価を行うための質疑が行われます。質疑が終わると、次は議員同士での討論の時間です。ここでは、各議員が質疑で得た情報や事務事業評価シート、各種資料をもとに意見を交わし合います。そして、この討論を得て、各議員が独自に事務事業評価シートの作成を行います。しかし、これで終わりではありません。個々の議員の評価をもとに、委員会全体として評価を作り上げていきます。質疑や討論の内容、そして各議員の評価を総合的に考慮し、委員会としての事務事業評価シートが作成されます。そして最後に、10月には、この委員会で作成した事務事業評価シートが市長に提出されます。このように、木川市議会の事務事業評価は、十分な時間とプロセスを得て行われます。さて次に、議会が作成する事務事業評価シートの中身について、詳しく見ていきましょう。これが、木川市議会の事務事業評価で用いる評価シートです。この評価シートは、大きく分けて2つの評価軸があります。1つ目は成果評価です。これはこれまでの事業の実績を評価するものです。具体的には A から D までの4段階で評価します。例えば A なら十分に評価できる、D なら全く評価できないといった具合です。そしてなぜそのような評価をしたのか、その理由も記載します。2つ目は時期の方向性です。ここでは事務事業を今後どうするべきか、5つの選択肢から選びます。拡充する、継続する、改善し継続、大幅な見直し、縮小・廃止を検討の5段階です。さらに具体的にどのように取り組むべきか、翌年度の予算についての提言も記載します。まずこの評価を各議員が個別に行い、最終的に各議員の評価や委員会での議論を踏まえ、事業ごと1つの評価シートにまとめ上げます。これが議会としての評価となります。そして、この評価シートは単なる参考資料ではありません。議会の意思として正式に市長に提出されるのです。つまり、市の事業の今後の方向性に大きな影響を与える可能性を持つ非常に重要な意思表示なのです。このように、事務事業評価は議員一人一人の視点を大切にしながら、最終的には議会全体の意思として集約される民主的かつ建設的なプロセスです。次に、これまでも行われていた予算審査、決算審査と
事務事業評価の違いについて見ていきます。予算決算審査と事務事業評価、この2つの違いは一見すると分かりにくいかもしれません。しかし実はとても重要な違いがあります。それでは詳しく見ていきましょう。まず予算決算審査についてお話しします。予算審査は3月議会で行われ、次の年度の事業内容や予算金額を審査します。一方決算審査は9月議会で、前の年度の予算執行の内容や金額を審査します。ここで注目していただきたいのはこれらの審査方法です。予算審査も決算審査も全ての事業を一括で審査します。木川市の場合、約530もの事業があります。これらを一気に審査するわけです。当然ですが、一つ一つの事業に割くことのできる時間は限られています。また議員によって着目する事業が異なります。そしてこれらの審査には一つの大きな制約があります。それは単年度ごとの事業を審査するため、基本的に違う年度のことについて質問や審査はできないということです。つまり対象年度の予算や決算にだけ焦点を当てるわけです。そしてこれらの審査の目的は事業を評価することではなく、あくまで予算審査なら予算案の議決、決算審査なら決算の認定です。基本的には認めるか認めないかの二択になります。では次に事務事業評価はどう違うのでしょうか。事務事業評価も決算審査と同様に9月議会で行われますが、考え方や目的が大きく異なります。事務事業評価は全ての事業から一部を選び、一つの事業ごとに集中して質疑や討論を行い、最終的に評価します。一つの事業に十分な時間をかけられるので、じっくりと深く掘り下げて議論をしたり、詳しい資料の請求を行うことができます。また事務事業評価の目的は事業そのものについて評価し、次年度以降の提言を行うことなので、単年度だけではなく、これまでの予算決算の推移、事業の執行状況、市の考え方など複数年度を踏まえた柔軟な議論ができます。議決や認定だけではなく、評価と提言として建設的な意思表示を行うことができる点も大きな違いです。いかがでしょうか。少し難しい内容でしたが、予算決算審査と事務事業評価の違いが見えてきたでしょうか。次はこれがなぜ重要なのか、議会による事務事業評価のメリットについて見ていきましょう。行政による自己評価をすでに行っているにもかかわらず、なぜ議会による事務事業評価が必要なのか、そのメリットを確認していきます。議会による事務事業評価は3つのメリットがあります。1つ目は住民目線の評価と改善の実現、2つ目は事務事業評価の継続、3つ目は事務事業評価の理解です。それぞれのメリットについて見ていきましょう。ここからは事務事業と住民、議会、市役所の関係性を見ながら3つのメリットについてお話しします。まず1つ目のメリット、住民目線の評価と改善の実現について。私たち議員は皆様によって選ばれた住民の代表です。そのため住民の代表として行政による自己評価とは異なる住民目線に立った客観的な評価が可能となります。さらに議会には予算の拒否権があります。この権限を背景に、事務事業評価を通じて議会の意思を示すことで、優先順位の低い事業の整理や改善の余地のある事業の改善を促すことができます。予算審査でも予算の否決や一部修正は可能です。しかし予算の否決や一部修正はなかなか行われていないのが現状です。事務事業評価によって議会として意思表示をすることで、予算の否決や一部修正に至る前に行政サービスを改善をすることができる非常に有効な手段と考えております。2つ目のメリットは事務事業評価の継続です。実は行政による事務事業評価や評価シートの公開は、民主主義や住民自治のプロセスにとって必要不可欠な取り組みですが、条例等を制定しない限り法的根拠がありません。しかし議会による事務事業評価は
行政による事務事業評価や評価シートの公開が前提となっています。つまり議会が評価を行うことで間接的ではありますが、今後も行政による評価や情報公開が継続される可能性が高まります。これは市政の透明性を保つ上で非常に重要なポイントです。そして3つ目のメリット、事務事業評価への理解の深化です。議会が事務事業評価を行うことで、私たち一人一人の事務事業評価に対する理解が深まります。その結果、予算・決算審査や一般質問、政策提言など議会活動が事務事業評価の視点を踏まえたより良いものとなっていく可能性があります。さらにこの評価のプロセスや結果を公開することで住民の皆様の理解にもつながると考えています。市政への関心や参加意識が高まれば、より良い住民自治を実現する大きな力になることが期待されます。議会による事務事業評価が市政の改善や透明性の向上、そして住民の皆様と行政をつなぐ重要な役割を果たすことはお分かりいただけましたでしょうか。議会による事務事業評価の導入のご紹介にお付き合いいただきましてありがとうございました。本日は木川市議会の新たな取り組み、事務事業とは、事務事業評価とは、議会による事務事業評価、議会による事務事業評価のメリットを見ていきました。議会による事務事業評価の導入は木川市議会にとって大きな前進であり、住民自治への重要な一歩です。ぜひ皆さんもご注目いただけましたら幸いです。さて、ここまで事務事業評価について詳しくお話ししてきましたが、さらに詳しい情報をお求めの方は画面下の概要欄に記載されているリンクをぜひご確認ください。皆様、この動画を通じて事務事業評価についてご理解いただけましたでしょうか。もしそうでしたら、次は皆様にぜひ行動を起こしていただきたいと思います。まずはあなたが住んでいる地域での事務事業評価の状況を確認してみてください。どのように行われているか、あるいは行われていないかを知ることが第一歩となります。もしあなたの地域で事務事業評価が行われていない、あるいは評価結果が公開されていないという場合はどうすればよいのでしょうか。そんな時こそ皆様の出番です。行政や議員に事務事業評価の推進を求めることで、住民自治を一歩前進させることができるかもしれません。事務事業評価は私たちの生活を支える民主主義や住民自治にとって非常に重要なツールです。この取り組みを全国に広めていくことが私たち一人一人の役割でもあります。皆様一緒に行動を起こし、より良い地域社会、そしてより良い日本を作っていきましょう。ご清聴ありがとうございました。今回の動画はここまでです。こちらの YouTube チャンネルの高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またベルのアイコンをタップすると新しい動画がアップされるたびに通知が届きます。本日は動画をご清聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。